今回はライフハック関係です。というのは心関係とか、あとはカルマ。カルマっていうのはあの悪いことをしていたら、それが転じて悪いことが自分に不幸が起きると。か、<laughs> そういうまく言えないけど、起きるとか、いいことをしたら、いいカルマが積つんだらいいことが起きるとか、そういうカルマですね。はい。とか、 あとはダイエットとか、あとは、あの、自分の脳のどうしてもない癖とか、なんていうかな。そういうのを解決できる。あと、お化けがついてるとか、呪いとか、そういう話をしたいと思います。あ、それは、YouTube で解決できて、で、まあ、って感じなんですけれど、あの、私が非常にお世話になっているのは、 あのうん、でも、切られちゃってるんだから、その、いいの,いいのか分かんないけど、冷やかしみたいなことをしちゃって、それで、何をしたら治りますか何をしたら、まあ、治りますかみたいな言っちゃって、まあ、あれなんですけど、例えば、まあ、病気が治る、あの、人から何か強く思われてる思念が飛んできて、 それは良さをするとか、で、思念をブロックするとか、まあ、それは、まあ、ぜ金払いとかで、ぜ金払いとか、生き量払いとかで、気候でもできるんですけれど、だから、その気候のチャンネルだったら、まあ、例えば、気候児童さんとか、気候シサーティーさんとか、いらっしゃいますけれど、あとは、 ダイエットか。まあ、私、ダイエット中です、今。で、いろいろ試し中だから、まだダイエットでどうこがあるっていうのは、言えないんですけれど、今、かよさんの動画を、あの、気候誌かよさんの動画、認知科学気構のかよさんの動画を、まあ、ずっと再生しっぱなしにしようかなって思ってます。で、それをやって、とか、あとは、まあ、 自分の思考の癖、無意識、あとは、まあ、仏教で無意識とか有意識、有意識を話すと、あのー、ま式とかいう言い方、まや式だっけ荒屋式とかそういった言い方になるみたい,だっけみたいなんですけど、そこに自分が一人で秀でていたいとか、そういう、あのー、をよくしたりとかして、あの、とか、まあ、 あどこやから受けたいろいろうんその私が今こうやって思い出しながらやるよりあのプレイリストがあるんで、うん、それを読んだ方がいいですねあとあとは霊気はいいのか体にいいのかどうかわかんないですけれどあのジャスミンさんっていう方がいらっしゃってあの 心言あの、仏様の心言を読んでくれるんですね。で、自己愛を成熟し、自分以外の人にも愛情を注ぐっていう、まさに人間が必要で、人間が菩薩になるためにもで、クリスチャンの場合でも、あの自分を愛するが如く、臨時を愛しなさいっていう第一をあの、実践できるっていう、非常にいいやつだと思うんですけど、 がで、きるっていうでただ問題なのは、あの、クリスチャンだと、これはいいのか、これはダメなのかっていうのが出てきて、どうなのかって思うんですけど、二人のクリスチャンが今まで飯島明先生のは、例のなのに、まあ大丈夫っておっしゃってた、言ってたんですけど、どうなんでしょうかね。よくね、見てみましょう。えー、っと、うん。 外虫、外獣、無罪のを倒す。気候の鍛錬が楽になる。芸術、芸能が、の、腕が上がるというか、才能が上がる。で、これでゲームをうまく、うまく、うまくなるし、発達障害、悪いビリーフをき換える、余計な情報を着る鍛錬を置き換え。うん。あなたも永遠に美しく、自閉症、喫煙、うん。きこもり、鬱つ、ニート、急ぎ、 生涯繁盛。意味は自律神経気水を整える。そういう、あ、なんて、なんでしょうかね。普通の精神科の方だったら、まあ、カウンセリングとか、あの、なかなかやってくれないと思うんですけど、CBT、Comotive Behavioral Therapy。あの、えー、っと、認知行動療法とか、 だっけだと思うんですけど、それでなかなか治らないようなのを、その、彼は、メンタル、サイコメンタルサイ、えっと、メンタルサイカルしィスってなんだっけ、<laughs> メンタルサイキックみたいなかじの方が、き思っていらっしゃったんで、治す <laughs> ことができるんですね、はい。 ただ注意したいのが、そこはとってもすごいと。普通に直さない部分普通の体の見えない部分手を出してこうやって直してくれるっていう、そういうありがたい。うん。あの、他の、でも他の、あの、連能者さんは信用してないです。はっきり言って。まず神様にあのいやああの許されているかどうか分からないですし、 それはこの先生もどうなるかっていうのは本当にわかるんないですけど、今年には。だから神様に、あの、私は天国っていうか、三国にいたと、叱られるかもしれないですけど、もしクリスチャンの路線が全部正しいならっていう。保険を取って、クリスチャンの路線と仏教の路線と両方取っちゃってるんですよ、私は。まあそこは置いといて、あの、 相手がどんな人かっていう人に合わせて誠実はしてないとは、誠実はしてないと思うんですよね。別の霊能者の動画って。だからそこが違うと思うんですよ。で、おすすめです。はい。で、気候室サティさんの動画は、あの、<laughs> なんか、あの、実力、なんか、実力とか能力が上がる動画を見たら、それを見た瞬間、あの、 エーペックスっゲームやってるんですけど、銃の当て感がちょっとめちゃくちゃ上がったりするんですよね。それでやばいです。今はあまり気を感じないんですけれど、確かに効果あります。はい。まあ、ダイエット動画見ても、なんか、脂肪が燃えて筋肉にいてちょっと筋肉質になるかなってくらいなんですけど、それで全然痩せ、うん、十分に痩せてないんで、 やっぱり運動必要かなっていうところなんですけれどカリスマの動画とかすごかったですカリスマの動画あ聞こうってちなみにあの頭がおかしければおかしいほど、うん、めっちゃ聞くんですけれどあのあの頭が私結構おかしい時にカリスマ性の動画を見たらひろゆき氏のチャンネル創設者のひろゆきさんの動画を見に行った時に あ、配信見に行ったときに、めっちゃ目立ってやばかったです。え、歌声が良くなる動画を見たら歌,歌声が良くなるし、で、あの、飯島市の動画でも歌声とかスピーチが良くなる動画があるんですよ。それがめっちゃ面白いですし、うん、気候と霊の世界面白いですよ。で、私、心の傷があって、 ニートとか、あ,あるいはあのネタ系とか注意が気がくは、イージマシンの動画を見てもなかなか治らないと思うんですけど、でも、もし、あの心の傷までそれで治って、あの治って治、治していただけた場合は、まあ、結構、うん、で、モテに関する動画でも、まあ、結構あの、使わないより使った方がモテるようになるんですよ。あとは、 気が結構入ってくる人だったら、あの、うん、恋愛の,あの気,気を見ると、サティさんの、あるいはハワイチー,ーズさんかの,あの動画を見ると、まあ、結構、結構、恋愛の、うん、恋愛の、えー、とチャンスができたりするんですよね。はい、チャンスいいうかなんなんていうかかなん 結局私が話しかけて、人に話しかけたりしないんで、あの、縁はできてないですけど、結構えー、みたいなことがあって、で、うーん、面白いと。ただ、気管が良くないといけないんで、あの、気を良く感じるっていうか、気が、なんだろう、聞く人と聞かない人といるみたいなんで、そこはどうしてもわからないんですよね、私は。うーん。 ちょっとスピリチュアルな人だったら聞くと思います。考え方が。こうやってありなんじゃないみたいな。だから、そういうのが、あの、えっ、ー、と、聞くような動画を飯島氏にリクエストできれば、ここうが聞くようになる動画を飯島氏にリクエストできればいいんですけど、まあ私はもう切られちゃってるんで、もう無理なんですよ。うん。 あと他にも面白い動画といい動画は、ヒーリング・アメリットさんっていう動画があって、あの、ヒーリング・アメリットさんの動画は、まあ、あの、彼は本当に武術を極めてきたみたいですね。はい。で、それで気候をやってるんで、武術の気候から来てる気候ですね。はい、武術からてる来てる、武術、武術気候はですね。はい。で、なんか人を、 とスレッ性があっただけで治すみたいな気候があったりして、あの、多分、多分なんです、多分それのせいなんですけれど、なんか私歩いてるだけでなんか隣の、隣でおじいちゃんが泊まって、ありがとうって言われて気がするんですよね。はい。それでなんか治ったりして、あのそのおじいちゃんの抱えてる病気が治ったりしたみたいなんで、ちょっと面白いですね。はい。興味深いです。で、大集点消臭ですね。あの、消臭点っていうのは、まず丹田に気を、 単田呼吸をして止めて、そしてそこから、えっ、ー、と、微低骨に気を回して、そこを、その後、こう、頭頂に回して、そしてこう回すっていうのが視聴点で、体内で気を回すってことですね。はい。で、それもっと、あの、本格的にやってるのが、あの、気候自動さんなんです、なんですけど、はい。なんですけれど、えっ、ー、と、ヒーリングアミューットさん、 うん、あそう大、大終点は、大気から、そ大気っていうか外から気を取り込むみたいですね。はい。で、それを <laughs>、両方やった後に、活気の術って言って、あの、相手から来る魔法、魔法じゃないけど、なんか、術とか、あの、そういう生きるとか、そういうのを跳ね返す。あとは、ベクトリーを跳ね返すっていう術を、 寝転がりながら BGM を聴いたりとか、<laughs> 画面を見るとか、目つぶっこあのよく、横向いて目をつぶってるだけとかであの、視聴すると、身につくっていうのをやると、あの、道歩いてる人が転んじゃったりするんですよね。勢いよく歩いてる人、<laughs> これやっちゃいけないんですけど、それでマジで転んでて、転んだ後にあ、例えばそういう術だったなって思って思い出して面白かったです。 他にはあんまり見ないんですけど、あんまり見るって悪あのは悪,悪いわけじゃなくて、あの例えば、聞こえさちぃさんの動画はずっと突きっぱなしでいいじゃないですか。だけど、うん、ずっと、あの、何でしょう。集中しなきゃいけなかったりするんですよね、ちょっと。で、説明があったりするので、あんまり見てないんですけれど、そういう使い勝手の悪さっていう部分で、いい,い,い聞こえさんだと思うんですけど、 他には、ちょっと思い出してあげたい。せっかく、あれだから。あの、気候主向さんとかと、あと、波動チャンネルみたいな、その、あの、ックスの、FOX っていうか、狐の思いをかけていて、あの、発達障害が良くなる波動を出すっていうのがあるんですけど、あれもあの人の動画を多分聞いてます。 聞いてるけど、何回もずっとずっとやんなきゃいけないんですよね。はい、おそらく。で、私は、あの、うん。だからまあ、えっ、ー、と、市町の動画を見まくって、発達障害とか直しまくってます。直ってるかどうかわかんないけど。目に見えないからね。うん。で、あの、もうちょっとかよさんとか、サティさんの動画を、 バーってやるスタイルじゃなくて、あの、もうちょっと違うスタイルで連続再生した方が効果得られたりもある,あるかもしれないですね。はい。使い方の問題ですけど。というわけでは、まあ、他には、なんだっけ。そう、チャクラですね。チャクラ、第一チャクラとかを鍛えると、あ活性化させると、 あの、女の子が近くにいたとき、ボーってすごい反応して、女の子が振り,り向いたっていうのがあったんですよね。やばいです。で、本当あと、もっと皆さんの役に立つ、情報情報というか、気候例の霊気オタクっていうのに書いて、あの、ツインレートもそうじゃあるね。 HSP が良くなるとかって、あ、そうだ。あとは、あの、他にはですね、あの、めっちゃいいのが、めっちゃいいっていうか、あどうかわからないですけれど、あの、えー、なんだっけ、なんて名前だっけ、マインドエディターっていう喋りになるチャンネルがあって、それを繰り返してると、あのそれを、それを再生して、再生して、繰り返してると、 サブリーミナル効果を得ることができます。はい。暗示ですね。はい。あと最後に、えっ、ー、と、気候、気候地図さん。<laughs> ちょっと、ガスが溜まってて、あんまり。うん。えっ、ー、と。気候地図さんの動画を紹介したい。 ヒーリングアムレットさんは、ちょっとブジュ、武術、武術、武術的機構がパーフェクトすぎて、結構すごい技入れすぎて、うん、とにかく、あの、こっちも完璧ですね。気候地図さんは、気候地図さんはもう、もう超本格的に、様々な部分の気を満たしていく感じです。それで、 そうあそうだこれ言うべきだったいじめいじめ合ってる人いじめ合ってる人もこう私の動画でまあ説明を聞けたらっていうなんていうの私の動画にあった人はまああの幸いですなぜかっていうとまず、まあ、手っ取り早いのはあのあき明さんの動画を見ることなんですけれどまあそれもまあ 自分が悪いことをしたっていう過去のカルマがあるから、それをやってる、そういういじめが起きるかもしれなくて、それをす,すっ飛ばすていいものかとは思うので、それをすっ飛ばすためにどうやって、あの、後でカルマを生産するのかっていう、その方法を私は知らないんで、飯島市に尋ねた飯島市とか仏教の霊能者の方に、その、 カルマ帳消しにしてもらったんですけどどうすればいいですかとかあるいは本当に帳消しになってカルマ時代になくなっている可能性もあるかもしれないですけれど、まあ、聞いてみた方がいいと思うんですけど、まあ、そのいじめから逃れるっていう方法があってでそれ以外にもそもそもいじめられる原因の一つとして気の弱さっていうのがあってあのそれ悪いとかじゃなくて悪い場合もあるかもしれないし逆にいい場合もある,あるかもしれないですけどあとは 角が出るというか、角が立つというか、出る杭、杭か杭、出る杭になっている可能性があるんですけれど、あると思うんですけど、はい。そういう場合は、あの大終点、小終点をできるようになって、気をこうやって出していれば、気が強くなって、いじめられないらしいんで、それを、あの大終点、小終点を鍛え,鍛えるんだったら、一番いいのは、 気候一童,童さんの動画ですね。はい。とか、あとヒーリー・ガメレットさんの動画を使って、で、それを鍛える際に、あの、飯島明先生の気候の鍛錬が楽になるっていう動画を見て、それでや,やったらい,いですね。はい。そしたら、あの、いろいろ良くなります。では、あの、そろそろ終わりにします。Thank you for w a t c h i n g h n k e for watching.